はい、それでは帝国になりましたので始めさせていただきます。え皆さん、こんばんは。今日はお忙しい時間帯にもかかわらず、たくさんの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。今日は今ね、オリンピック期間ので、本当、テレビとかでも今やってる時間ですけれども、今日、栄養の話にわざわざ聞きに参加していただいて、本当に嬉しく思っています。 え今日は栄養療法ミニセミナーと、そして10月に開講いたします ONP、ONE 養成講座についてご説明をいたします。終了時刻は夜の9時20分ぐらいを予定しています。え私は進行役を務めさせていただきます、一般社団法人、オーソモリキュラー栄養医学研究所の深谷と申します。短い時間ではございますが、最後までどうぞお付き合いください。 本日のセミナーですが2部構成になっています前半の第1部は栄養療法ミニセミナーで今回がもう23回目になりますもうねずいぶん長く続いて去昨年一昨年ぐらいから始まって人気でだいぶ続いているような状態ですで栄養療法ミニセミナーでは毎回講師は ONP-ONE 養成講座を修了し認定された方の中から 2名の方にお越しいただいて、ご自身のエピソードを交えて、栄養のお話をしていただきます。後半の第2部では、ONP ・ ONE 養成講座についての説明と、最後には質問のお時間を取っております。そして今日、ここに参加されている皆さんは、栄養のことが知りたい方、活躍している認定 ONP や認定 ONP の体験談などを聞きたい方、 ONPONE 養成講座の塾を希望で詳しくお話を聞きたい方養成講座の内容でご質問がある方などが参加していらっしゃいます今日は皆さんにね、あの栄養のお話とそして ONPONE 養成講座の卒業生がどんな活動をしているのかを知っていただく機会として、えー、お役立ていただける情報をお届けできればと思います それでは早速あの、本日の講師のお二人をご紹介します。お一人目にお話しいただくのが田中真彦さんです。認定 ONP であり、看護師さんでもあります。養成講座終了後に特別なプログラムを受けた認定講師です。そしてお二人目が日々洋子さんです。管理栄養士であり、認定 ONP であり、そして当法人の 特別認定講師でもありますそれでは早速限られた時間ですので第1部の栄養療法ミニセミナーに参ります田中真香さんからのお話になります講演いただくテーマは心も体も今よりパワフルに過ごす気絶を大公開ですそれでは田中さんご準備をお願いしますありがとうございます 皆さん見えているでしょうか、はい、こんばんは、オーソモレキュラ栄養医学研究所の認定講師であり、認定 ONP を取っていた看護師の田中真彦です。今日はよろしくお願いします。本日のテーマは、心も体も今よりパワフルに過ごす秘訣を大公開ということでお話をさせてい,っていただきます。まず初めに自己紹介から お伝えしししていいいきたたと思まますが私2000年に看護師の資格を取得しましたそうすると大体年齢が分かるかなっていうところかと思うんですけれども、えー、その後、えー、病院のところで病棟で働いて子どもを出産して、えー、2人産んでいるので2人産んで外来棟に移って、えー、糖尿病の外来をやらないかってことで誘われまして、えー、糖尿病の外来をやるために日本糖尿病療養指導士という資格を取得しました。 当時は150人ぐらいの患者さんを月に毎月見ていくところだったんですけれども、学ん、この ONP のオーソモレキュラー栄養医学研究所の講座に出会って学んでしまってからは、なんと月に400人ぐらいの患者さんを担当するように変わりました。変わったら、すごい忙しくなってしまったっていうところですが、栄養について語り出したからっていうところですね。それまでは注射とか病気についてっていうところをメインに喋っていたんですけれども、 実際、栄養のことを交えて喋っていったら、いろんなことが皆さん、患者さん変わってしまったっていうところで、とても人気のある外来となっていました。そして、患者さん、もちろん自分自身にもあの変わったっていうことがあったので、もっと多くの人に、例えば糖尿病だったら、糖尿病を発症する前に、多くの人にアプローチしていきたいなという思いから、この2022年に、王様レキュラー栄養医学研究所のところで認定講師として学び、活動を広めていくようになりました。 現在、高校3年生と中学3年生の2人の母親をしています。さあ、私が学んだきっかけなんですけれども、先ほど看護師になったの2000年ってかあの書いて伝えたかと思うんですけど、中学校、高校の頃から頭が痛くてですね、痛み止めは手放せないし、バッグの中に絶対ある。そして看護師になってから、 病院が職場なので、すぐに先生に処方してもらえるんですね。すごいい職場に出会ったなと、職業に出会ったなと思ってたんです。ですが、妊娠出産をきっかけにですね、あの、頭痛とかだけではなく、例えば切迫流産、切迫早産になったりとかね、あとは流産を経験したり、いろんなことが続いて、そしてその産後にはですね、あの、頭痛だけではなく、 口の中にアレルギーだらけになってくるとかね。ちょうどその頃、バナナダイエットが流行っていて、バナナ食べて、日々食べてたらバナナで、実はアレルギーを起こしてたとかね。あと、子供を夜勤に連れてきながら、よく自分が具合悪くても、子供の方で休ませてしまうので、本当に自分が点滴をしながらとかに具合悪くなっても働いていた状態だったんだけども、人輸人苑を繰り返したり、年に3回、4回。あと、ちょっとタバコの人とすれ違ったり、生活習の とても強い方とかにね、お会いすると、生体不臭になって、今度声が出なくなってくる。夜は眠れないとか。で、体弱いね、なんて言われてたんですけど、いや、そんなことないなと。まあ、か弱いって言われる分に嬉しかったんですけど、ある時子供の、えー、子供の自転車に子供が後ろに乗りたいっていうので、自分でね、乗りたいっていうのに、いいよ、乗ってって、自転車ただ支えてただけ。でど、もしかしたら一瞬触れたのかもしれないけど、痛いなとか、蹴られたって覚えがない中、急にブチッという音がして、 なんだろうと思ってた手動かないんですよ。手動かなくて、いや何が起こったかって、もちょうどその頃整形外来にやってたの、働いてたので、これよく外来に患者さん来るやつだと思って、仲がいい先生にちょっと翌日見てくれないかとお願いしたところ、人体が乱裂していたっていうところですね。その、もうその時はですね、今だと笑えるんですけど、右利きだったのに右を怪我したので、あの、 通勤とかの間にね、あの、怪我してしまったってために書類をね、仕事上だってことで書いてもらうのも書けなくて、友達にお願いして、あ書類全部書いてもらったりとかね、本当にか弱いねって言われたけど、か弱い思いが何もない。でも、なんでだろうと。で、それ以外にもまた病気をしていく中で、こんなか弱い思いもないし、いつも元気なつもりだけど、なんでだろうって思った時にちょうど看護学校の先生と、ちょうど Facebook を通じて連絡を取り合ったんです。 で、私、マヒカっていうので、マヒカちゃんって、オーソモレキュラーについて学んでみたらっていうことでですね、オーソモレキュラーを学びました。そうしたら、か弱いでもないし、年齢のせいでもなく、ただの私、栄養不足だったんだっていうことが分かり、とても衝撃で悲しいよりも、腑に落ちたんですよね。 ふにをして、あ、学んでよかったなって思ったところ、えー、家の中で私がね、ご飯作るので、ご飯を変えていったんですね。変えていったところ、子育てでちょうどその頃ちょ、子供が3年生と6年生とかだったかと思うんですけど、まあ食卓が変わるわけですよ。すごい嫌かなと思う反面、すごく育てやすくなっていって。 でママの身に何が起きたんだと子どもも、えー、学ぼうと思ってちょうど小学校6年の夏にです、ね、今の頃かなに子どもが ONS 講座を学んで資格をちょうど取ったっていうことがありましたけど我が家は学んでから一気に変わりました。お菓子も変わるし食べ物も変わるしそして薬に頼りきりだった家の薬箱が、ね、なくなりました。 そこもね、大きく変わったことかなと思っています。さあ、そんな我が家はね、変わった、私自身が変わった、このオーソムレキュラーに学んで何が変わったかっていうところの、このオーソムレキュラーについて皆さんにお伝えしていきたいと思っています。うん、あの、まじないでもなくですね、ちゃんとした言葉ではあるんですけど、このオーソムレキュラー、栄養医学なんですけど、オーソムレキュラーが造語で、えー、オーソ、 という言葉と、モルクルっていう言葉と、メディスン。この3つの単語を組み合わせたものとなっています。オーソが指摘濃度に保つ。モルクルが分子、メディスンが治療法。この3つの単語をあらわあの合わせて、オーソモルキラーメディスン、分子整合栄養医学を意味しています。でも、この言葉、あんまり聞き慣なじんだことがないの。何言ってんだかわからないと思って、 思う方もいいらっしゃるかと思いますもちろん私もそうでした。じゃあ何なのっていうと、このオーソマレティラ栄養療法自体が、えーこ、スライドに書いてますけど、生体内に正常にあるべき分子を指的濃度に保ち、十分量の栄養素を摂取することによって生体機能が向上し、病態改善が得られる治療法ですよと。そして目指すところが自らの自然治癒力を高め、病気の進行を防ぎ、 症状の改善、さらには病気の予防を目的としています。一方で、私たち病院に行くと、栄養指導を、ね、受けているという方もいたりとか、受けている方を聞いたことがあるかもしれないんですけど、じゃあ、この栄養と栄養療法と栄養学、何が違うのかというと、従来の栄養学は欠乏症でなければ正常なんです。なので、病院に行ったとき、具合悪いと採血されますよね。 採血して低い値か高い値かに当てはまった方、例えば糖尿病だと血糖値が高くてヘモ,ビロビヘモグロビン A1C が高いっていう方には治療が始まるし必要な方には栄養指導が始まる。でも家族には例えば糖尿病の方がいるから心配なんだって言ったところでそこの栄養指導は受けれないですよね。 そこがちょっと大きく変わるところで、オーソモレキュラー栄養療法では皆さんが潜在性の欠乏症があるということで、学んで知っておくべきものであるということになってきます。では、なんで潜在性の欠乏症があるかというところですが、私たちの体、37兆個とも60兆個とも言われる膨大な数の細胞からできていて、細胞の一つ一つが何らかの栄養素によって作られている栄養素の塊です。 それぞれの細胞が必要な栄養素に満たされていると元気に過ごすことができるようになって体を整えていくためには日々の食事がとても大事になってきますさあ皆さんこれからお聞きしてきますがこんな症状ありませんか食後眠くなるイライラする甘いものが欲しい食後だるい頭が働かない落ち着かない 急に不安になる集中できない疲れやすい食欲が抑えられないこんな症状ないですかね、えー、私はいっぱい当てはまりましたし娘はこれでいっぱい当てはまってすごい育てにくい子だと思ってましただから私怒るんだと思っていたんですねでもこのオーソモレキラーの栄養療法を学んだら 我が家これが変わったんですよね。で、わ分かったら対策ができて、すごく過ごしやすくなって、子育ても楽になったっていうところです。じゃあ、この原因何でしょうかね。さあ、年齢でしょうか。年齢だから仕方ない。子供はちっちゃいから仕方ないのか。体質だからか。いや、私は働いててめっちゃ大変だからか。産後で疲れてるから。みんなそうなんじゃないの そう思った方いらっしゃるかと思います。私ね、そう思ってました。いろんなことが当てはまってたけど、そう思ってました。いや、働いてるしって。でもね、実はこの原因、血糖値の乱高下なんです。血糖値の乱高下って言うと、あんま聞きなりじじみないかもしれないんですけれども、血糖値がね、上がったり下がったり、大きく変動してるよということになります。で、えっ、ー、と、例えばですね、私たち食べると、 血糖値がぐんと上がるんです。ただ、上がるんだよとか、下がるんだよって聞いても、いつも、えー、病院で採血される空腹時の血糖値を見てると、まあ、70から110代ぐらいの間に入ってれば、正常だと思って聞いてると思うので、普通の方はね、血糖値って大きく変わってないと思ってるかもしれないです。でも、そうではない。血糖値ってものを食べるとね、上がるんですよ。で、この上がり方によって、私たちの体の中で、 変動していくんですよね。で、何を食べるかによっても変わってくるんだけど、ぐんと上がっていく。例えば赤の線。えー、今日の夕飯、もう夕飯終わった頃かな。私は終わったんですけど、えー、よくね、この眠気があるよって書いてますけど、この眠気があるような食べ方、例えばするのは、私はパスタにピザ。えー、なんとかパスタとかっていうとこ行くとね、パスタにパンがついていくんです食べ放題が。それをやると、もう帰りの車めっちゃ眠いんですよね。 であこれはやばいって思ってでも食べ終わって幸せだから帰ったら寝ようなんて思ってたんですよねでもその後今度何が起こってくるかだんだん集中力が低下して今度はお腹またついていくんですよねさっきなんか食べたのにまた食べなきゃっていうのを繰り返していくで一方で緑色の線ありますよねあんまり上がっていない線があると思うんですけどこれは 大きく上がる食べ方しないと、緩やかなことが起こる。ということは、この大きく書いて、あの赤い線の上に書いて、眠気だったり、集中力の低下だったり、空腹感に惑わせれることがなく、穏やかに過ごしていくことができるっていう線になってます。でも一方で赤いのとこからまた甘いものを食べていくと、赤から黄色、また赤から黄色みたいな感じに変わっていく。これがうちの娘でした。 もうね、あの、食べさせるといい子になるから食べさせて、えー、美味しいジュースを飲ませると機嫌いいからあげて、でも、その後、もうね、手がつかないんですよ。イライラして。ママなんか大嫌いってね、すぐ言われる。じゃあまたなんかちょっとね、ご機嫌取りにまた食べさせる。そういう繰り返ししてたんだけど、お互いに疲れてたんですよね。じゃあどうしたらいいんだろうって考えました。で、じゃあ何が起きてるのかって、さっきのね、表のとこ、グラフのとこ見てもらいましたけど、その、 この血糖値がぐんと上がって、ぐんとドーンって下がってるとき、体の中でインスリンが出されてるんですよね。インスリンが出されるから血糖値がぐんと下がってきてしまう。このとき低血糖になってるんですけども、この低血糖、ぼーっとしたり、眠くなったり、集中力がなくなったり、無気力になったり、落ち着きがなくなる。私は夕飯ごろ、夕飯19時とか20時に帰ってきたときによく手を震えながら。 ご飯作ってたりとかしてたんですけど、そのまま放置してると具合悪くなってしゃがみ込んじゃうので、まあちょっと血糖値上げながら過ごしてましたけど、その後何が起こるか、イライラして攻撃的な気分になって、食欲が増して、うちの娘、あの学校から帰ってくると、チョコの、えー、カントリーマームとかね、一袋ボロンって食べてました。でもね、こんなに食べたらおかしいと本人も思ってるんですよ。でも止まらないんですよね。そしてだんだん落ち着きがなくなって、食べるものをバンバン探す。これがね、我が家の日常でした。 でも、この血糖値の変動の中に何が起こってるかって、あのホルモンがね、だ、えー、ったり、えー、とインスリンが体の中で出てっていうことをお伝えしましたけど、実は心、心と体がやる気元気を,だを出していくために、とっても大事なビタミン B 群が、この血糖をさ落ち着かせるために、すっごく消費されて、不足していくから、この私たちの心の体がバランスを、ね、取れなくなっているんですよね。 じゃあどうしたらいいの何が起きてるか知りたいよねで知るためになんですけどこれはね一番ねいいのは血糖値を測定してもらうことが一番 大事です。で、よく、えっ、ー、と、ご家族とかにね、血糖値を測るっていうので、指チクンってしてる方がいるかもしれないし、最近だと、えっ、ー、と、リブレっていう機械をつけて、腕につけてね、おしゃれにリブレで血糖変動を知りながらダイエットしようとかね、そういうのもあったりするので、まあ、二択で知ってる方もいらっしゃるかなと思いますが、例えば左側の、 指先から血糖を測るやつ。測りたい時にパチッと刺せば測定することができるんだけど、痛いし、指先から血が出るので、ご飯作ろうっていう手前にやると、ちょっとお皿洗ってたりとか、食材やってても血が滲むとかね。 なので、ちょっとあの、これは望ましくないなっていう方もいたりとか、指先は敏感なので、痛いから嫌だっていう方とかね。あと、寝てる時の血糖値もどうなってるか知りたいって言っても、寝てる時にあに、寝たままパチチクッなんていうことできないですよね。なので、寝てる時はちょ,ちょっと正直分からないっていうところと、あと、糖尿病と診断されてない注射の方、注射とか打ってない方は、保険が効かないから自己全額自己負担。そうすると、針とセンサーと機械が使うんだけど、大体、針とセンサーは3、 3000円、3000円ぐらいなの、6000円ぐらい、あと本体が必要だったりというところで、まあ、リブレに比べると、この後説明しますが、リブレに比べるとまあ安価だけど、まあ、毎月とかね定期的に測っていくためにちょっと出費になるよねっていうとこですね。うん、そしてリブレ、えー 二の腕のとこにつけて、五百円玉ぐらいのね、センサーつけていただいて、まあ、針を刺すんだけど、ガチャンとつけた時に針がもうガイドバイガイドをするだけなので、もうストローみたいなね、あの、フィラメントしかついてないっていうところで痛みは一瞬だけで、5五百円玉のセンサーでつあの、測ってくれるんだけど、センサーの中に記録するのは8時間ぐらいのデータ。一方で、それうまくちゃんと言っていくと、24時間測定を2週間分継続できるけど、 指先と比べて点と点の測った時だけじゃなくて、リブレが勝手に測ってくれるから、寝てる間も測定が可能っていうメリットはあるんです。 で、自分の中でね、こんなもの食べたときなんて振り返りに使うことができますが、ただ、全額自家負担なんですよね、これまでね、糖尿病のインスリン製剤とかしてない方たちは。そうすると、どんぐらいかっていうと、あの、リーダーに関してはね、あの買、買っても買わなくてもスマホでできたりとかするんだけど、センサーは、えー、リブレ2、今1がだんだん終了しますけど、リブレ2だと7000円ぐらいかな、リブレ1とかね、そのぐらい。 かかりますでも、これ何がっていうとね、大変なのは、あのセンサーの周り、テープで貼ってるんですけど、剥がれ落ちることがあるんです。なので、1日目では2日目だろうが、1週間目では剥がれ落ちたら、もう一回くっつけるっていうことができないっていうところでは、もしかしたら、うまく剥がれずに終わってしまうっていう方がいるかなと、まあど。どっちも針を刺すので、針が嫌いな人、怖いっていう人たちにはね、おすすめしないですけど、まあ、こんな測り方が実際にはするためにはあります。でも 痛いの嫌だし、血糖値測るのはあくまでも手段でしょじゃあ、何ができるのっていうことには、知ることからね、まずぜひ始めていただきたいと思います。対策なんですよね知るえ。血糖値が大きく、今、例えば眠くなるとかね、イライラするよとかって、そういう症状があった方たちは、対策として何をすればいいかを知ってもらうことがとても大事です。じゃあ、何をするのか。 血糖値がね、大きく上がってたような赤い線のタイプ、上がって下がってっていうのではなく、先ほどの緑色のゆっくり上がってゆっくり下がっていくようなタイプになるような食べ方をしてもらうことまずは知ってほしいですね。じゃあ何をするか。よく言われるのがサラダファースト。葉物野菜、キノコ、こんにゃく、海藻系。こういったものをよくしっかり食べてから、タンパク質食材を食べて、最後、炭水化物になっていく。これがおすすめの食べ方です。 皆さん知ってますかねこの辺はよくあの痩せるためにはっていうので聞いたことがあるかもしれないけど実はね血糖値を安定させるためにとても大事で糖尿病の患者さんにこれ実際にやってもらうとすごいデータ良くなってインスリンの単位が減らせたり実際に薬の量が変わったりっていうことを多く数多く見てきました人によっては新潟の方とかもねすごい頑張った方ードラッグになった,ったりとかね皆さんいろんな頑張っていただいた経験があります でも、知っといてほしいのが、サラダファーストって言ったじゃんって。でも、サラダファーストでも、たき要注意な食べ物が実はあるんです。ポテトサラダ、マカロニサラダ、男性人大好きだったりね、上手に作れるお母さんとかいると思うんですよ。そうすると、丼にドーンって出てきて、美味しく食べてきてしまう。でも、よく考えてください。このポテト、炭水化物なんですよ。そうすると、さっきの一番最後に食べてねっていうところに当てはまってくる。そして、このマカロニサラダ、 美味しいですよね。でも、野菜もちょっと入ってはいたりとか、ね、どっちも入ってくると思うんだけど、マカロニサラダは小麦粉でできてるから、よく考えると炭水化物だったっていうところになるので、これね、サラダとつくけど、一番最後です。これもね、サラダで買うときは気をつけてやっていただけるといいかなと思います。そして、タンパク質も先に食べてねって言ってたんだけども、タンパク質はあるけど、左側カツ丼出してます。真ん中、最近、土用の牛があったりとかね、うな重とかね、右側、美味しいお寿司とか、 よく考えると、タンパク質は出てるんです。でも、この下にご飯いますよね。ご飯あのうな重もカツ丼もお寿司も。これ、うなカツ丼のカツだけ食べますい一緒に食べたいですよね。そうすると食べちゃいますよね。うな重もうなぎ食べてからご飯食べますそんなことはあんましないですよね。お寿司も、シャリ残してネタだけ食べます いや両方食べるから美味しいんですよね。なので、これ食べるときは皆さん、覚悟して食べていただくか、先に一品なんかつけて食べていただく。例えば、茶碗蒸しかもしれないし、あら汁かもしれない。あと、だんだん、ね、うな重のお店でね、いろいろ出てくるかって言うと、そうでなかったりするかもしれないので、そのときは覚悟して食べてください。あとはね、おうちだすきはちょっと気をつけて出していただけるといいかもしれないですね。さあ、そして、 より心も体もパワフルためになるためにはビタミン B 群を含むタンパク質の食材を摂ることっていうことをねぜひ気をやっていただけると血糖値の上がり下がりを自分でコントロールしてそして食材を取り手に入れていくことがとても大事になっています。さあ食べるもので心も体もできてます。明日のために何を食べるか是非考えながら食べる順番どうしようかだとかねやっててください。 過ごしていただけるといいかなと思っていますさあお忙しい時間帯にご清聴ありがとうございましたありがとうございました実は私本当に偶然なんですけど今初初リブレ初リブレを中でしてあの今自分の血糖値見ながら、はい、本当にあれ食べたまんま食べちゃったらすじバーンって上がるし、はいはいはい あの、ご飯抜いたら、本当にこうなだらかになるし、はい、本当に正直に出るんですよ、ね。正直ですよ。ちょっと本当に、はい、ここまでそうなんだっていうのを、改めて実感して、本当にびっくりしてます。あの、皆さん、ちょっと参考になったら、と思います。<laughs> <laughs> はい、では、はい、田中さん、はいはい、あの、面白い講演、ありがとうございました。はい、それでは、続きまして、日比さんの方のお話に入っていきます。えっと、日比さんのテーマは、えー。 高年期にも元気に過ごすための食習慣ということでお話しくださいますそれでは日々さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますでは共有していきますはい、見えてますでしょうかはいありがとうございますはい、皆さんこんばんは今日は 高年期も元気に過ごすための食習慣について私からお話しいたします。よろしくお願いします。まず、自己紹介をさせてください。私は管理栄養士の日々陽子です。一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所の認定栄養カウンセラー、そして認定特別講師を務めております。もともとの出身は千葉県で、 えー、20代は10年間東京で、えー、お仕事をして、えー、結婚とともに岐阜市に引っ越してきました。今は岐阜市で15年目になります。で現在、えー、中学3年生と小学6年生の子育て中で、えー、田中さんと同じく2人の子の,あのママをしています、えー。私の活動としては、えーま あのこれまで、えー、資格を取って8年余りになりますがいろいろな活動をしてきているんですが現在の活動として、えー、自分で講座を行っております一生ものの食習慣を身につけるプレー後年期高年期のための食習慣プログラムという半年の、えー、講座食習慣を身につけるための講座を主催していますえその他はですは、ね、医療機関に関わっておりまして 内科、歯科でのカウンセリングを受け持っていたりとそうです、ね、婦人科も少し行っていて、今日もカウンセリングを行いました。これまでは歯科に勤務したり、美容皮膚科などに勤務していたり、あと生体院や産後ケアのところで顧問をしていたりというところで、さまざまな分野で栄養相談を行ってきています。 あとは、まあ、セミナーとしては医療機関のスタッフ向けとかあと一般の方に向けたセミナーなども多数行ってきております。はいえー、私がオーソモレキュラー栄養医学を学んだきっかけなんですけれどもちょっと説明すると、えー、まず私が栄養士を目指したきっかけというのは高校生の時に父親が、えー、リウマチという病気になったことがきっかけでした。えーあの 病気っていうのは、えー、病院に行ったからといって治るわけではないっていうことと、薬を飲んだからといって良くなるわけではないっていうことを、その時初めて知って、結構ショックを受けたんですね。で、まあ、高校生ながらに自分で調べてみたら、あの、食事で病気をコントロールできるっていうことをしてですね、えー、それをびっくりして、えー、それまであの料理とかあの食べるもの、あの、あんまり興味なかったんですけど、 あじゃあ、私ができることって、こういうことかもしれないなと思って、栄養士を目指すことにしました。でその間、えー、そうですね、その子は病院とか介護施設で10年間管理栄養士として仕事をしてきたんですけども、やはり病気と食事の関わり、病気を食事でコントロールするということをあの患者様にお伝えしていたので、まあ、そういう食事の提供も行っていて、私も実際調理なども、こう、 朝から夜までずっとこうあの調理業務に携わっていたこともありました。でまあ、栄養指導とかと高齢者の方の栄養ケアですね栄養管理などをきちあのびっちり10年間行ってきたんですが結婚と同時に、えー、岐阜市に引っ越してきたのでその後は、えー、仕事をすることなく、えー、妊娠出産っていうことになったんですけども。 こう思いがけず産後に私もすごく不調になっちゃったんですね。で田中さんはさっきあの産後から、えー、子育て中に結構不調になったっていうお話を、エピソードを聞かせていただいたんですけれども、田中さんもなかなか壮絶だったなと思うんですけど、私も結構壮絶でした <laughs> あの。産後すぐは階段が登れない。怖くて階段が登れないとか、あとまあひどい貧血になってしまったんですね。あと産後打つまではいかなかったんですけど、まあ、打つみたいな気分。 眠れないとかあと子供が夜泣きを毎晩毎晩していて上の子と下の子と合わせて合計5年間、一晩ちゃんんとと寝たたことがなかったんですよ。で5年目にもう本当につらいってなってもう私は無理ってなって、えー、針の先生のところに駆け込んだんですけども、まあ、その針の先生と話していく中でやっぱりこう体が資本自分の体が資本であるっていうことをあの実感したので。 もう一度栄養の勉強をし直してみようっていうところで、オーソンレキュラー栄養医学に出会いました。でえー、栄養学っていうのはこう、日進月歩でこう、一度学んだからといって、終わりではなくて、ずっと進化してるんですね。研究されているので、世界中で。なのでこう、やっぱり最新の栄養学を学んでいくっていうところを再び始めてみました。でそして、この栄養学を学んで実践したところ、 もう感動レベルの不調の改善があったんです。それこそ私も毎日頭が痛くてですね、脳神経外科に行って高い薬を毎日飲んでいたんですけど、う頭痛がとにかく改善したりとか、あと、まあ、体力が持ったりとか、あと子供の、えー、風邪がひきにくくなったとか、まあいろいろ、いろいろあるんですけど、本当に感動しました。で、まあ、少しずつ自分の体調をこう、 右肩上がりにですね、上げていっている中で、ちょっとショックな出来事がありました。えー、夫ががんが、えー、がになってしまってですね、えー、そして、手術をしていいかなと思ったら、また再発してしまったっていうことがありました。で、これ、まあ、合計すると3年間ぐらい療養していたんですけども、その時も、あれですね、大妻系ア療医学のこう知識を。 活用してですね、栄養で対策して、現在5年経過して寛解しているっていうサバイバーですね。そして今、元気に暮らしています。で、まあ、資格を取ってからずっとあの栄養の素晴らしさっていうのをこう多くの方に伝えたくて活動しているんですけども、現在もずっとさまざまな活動を通して、栄養と食習慣の大切さをお伝えしています。 で中でも私が重要だなって思っているのは女性の栄養なんです。でまあ、自分自身が不調だとやっぱり子供にも影響しますし、あとあの家族、旦那さんだったり、まあ、親さんのこうなんて言てお世話って言ったらあれですけど、こうなんだろう自分がまあ食事作りを担当している場合に自分が不調だと食事が作れなかったり、 家事ができないなどの影響が出るっていうことをすごく身をもって体感したので女性がやっっぱり中心かなっていうふうふに思ってますでその中でも、えー、今私が取り組んでるのはこの更年期のところなんですけれども女性っていうのは一生を通じて、えー、月経が始まって妊娠出産閉経老年期とこうホルモンバランスの影響をとても大きく受けます。 そうすると体調の波なども出てくるので、気をつけて過ごさないといけないんですね。そして同時に女性は多くのことを抱えます。自分自身もそうですし、子育て、家事、お仕事、親さんの介護とか出てきますし、あと、地域の役割なども出てきます。私も今、PTA の役員をね、去年から大きなものをいくつかやってるんですけど、結構大変です。 こういう関係などこういういことが降りかかってくるので体調不良だと本当にキャッパオーバーしてしまいやすいんですね。30代後半からはいろんな不調が出てきやすいです。皆さんはどうですか ?30 代以降どんな体調不良、えー、持ってますかね,、えー、ね人によってはね元気な人もいますけどちょっとした不調あの人に言うほどではない いつもある不調っていうのは多くの方が抱えているなという印象です。私もね、本当30代後半、本当いろいろ積み重なってひどかったです。で最近あの、フェムケア、フェムテックって、えー、話題になることがあるんですけども、更年期もフェムテックの中の一つなんですけどね、えー、よくネットニュースでこういうアンケートが時々上がってくるので、ちょっと今日は顔の。 カ王さんのホームページよりちょっと引用させていただいたんですけど30代ぐらいからもう高年期かもって感じている人が増えているそうなんですね。えー、ここ見てもらうと30代から 11%40 代前半で 27%40 代で後半で37%とこう8割今日が高年期症状によって生活一生感じているって回答してたということで割合がすごく多いなっていう。 えー、ことがよくわかります更年期っていうとなんかこう50代とか、えー、50代後半のことかなって、えー、一般的に思われるかと思うんですけど実際には30代後半ぐらいから感じてくるっていうふうに、えー、最近は認識されてきてるのかなと思いますじゃあ更年期ってどういうことなのかなっていうふうに、えー、定義なんですけども、えー 平型を挟んだ前後5年ずつ、合計10年間のことを更年期と言います。でその前をプレ更年期というんですけど、これ実際、平型が来てみないと、いつからいつが自分の更年期だったかっていうのは分からないんですね。平型が来てから分かること。だから、えー もしかしたらもう更年期かもしれないっていう感覚で、えー、いてもらうといいかなと思います。対策をね、していってもらうといいと思うんですけども。えー、更年期というのは女性ホルモンが減少してきます。特にエストロゲンというホルモンの方ですね。こう一気にあの下がってくるんですけど、ここは一直線じゃなくて、こう、ちょっと増えたり減ったりっていう、う波々を描いて減っていくと言われています。だからこう、ホルモンバランスがね、 あの変動するので体調もあの乱れやすいんですけれどもこのように減っていきます。エストロゲンというのは体の中でさまざまな働きをしていて妊娠、まあ、に備えるっていうところはみんなですけどあの皮膚とか粘、ね、膜の潤いとかね骨や血管を守っていたりコレステロールや血糖値を上がりにくくするなどこうの機能もです、ね、こう多岐にわたります。 でこのエストロゲンが一気に減ってしまうので、それは不調が、ね、出やすくなってきます。そして、女性ホルモンは脳の床下株というところから、あのー、指令がいってですね、卵巣から出てくるんですけど、この脳の床下株というのは自律神経のホルモンの指令も一緒に出しています。だから、このエストロゲンの指令がうまくいかなくなってくると、 こっちの自律神経ホルモンの方にも、ね、影響が出てくると言われています。で自律神経というのは、ね、体の働きを調節する役割をしているので、ここがバランスを崩してしまうと不調が出やすいということになってきます。えここにたくさん挙げた、えー、不調の数々なんですけど、更年期の不調はこのようなものがあるんですね。 えとここに書きれれないいいぐらいで100種類以上あるとも言われています。まあ、ちょっとね精神神経系とか血管系とかね皮膚とかこうちょっと分けてあるんですけども皆さんにはね思い当たるところとかありますか子猫、えー、気だと、まあ、ホットスラッシュとかイライラするとかねそういうことがあの有名かなと思いますあと疲れとかねでも一番多いのは肩こりだそうです疲労感とか肩こりが多いそうです。 でこの更年期の不調といってもこれらの不調には実は栄養も関係してるんですね栄養の過不足でもこのような症状が起きてきますだから更年期だから出ているのか栄養の過不足で出ているのかそれとも病気で出ているのかっていうのは自分ではね判断はつかないかなと思うんですただ栄養をこう補正して食事を気をつけていくと改善するんだったらそれが一番いいですよね はいでえー、大前提として、私たちの体と心っていうのはすべて食べたものからできています。だから食べているもの次第では不調が出やすいということです。で、まあ、更年期に入ってくる、まあ、プレ更年期あたりの40代だと、まあ、長年の食習慣が影響して出てくる頃っていうふうに考えると、まあ、この長年の食習慣の影響で不調が出ているかもしれないと考えられます。 さっきね田中さんのところでも出てきたんですけど体は細胞からできています人間はね37兆個の細胞からできているとも言われていますがこの細胞の一つ一つこれらの材料は、えー、全て栄養素から作られていますなんかこう当たり前のことなんですけどちょっとなんていうかこういつもそんなことをね私は考えているんですけど 一般の方はね、あまり細胞は栄養素化できているというふうにはあまり考えられていないかなと思うんですけど、うん、これが大前提です。そして、えー、細胞、何からできているか、そして体,の体は何からできているかというと、タンパク質が土台となっています。私たちの皮膚も、えー、筋肉も内臓も脳も。 えー、髪の毛もそうですし、爪もそうです。あと骨。骨はカルシウムだけではなくて、土台がコラーゲン。コラーゲンの材料はタンパク質です。というところで、タンパク質がすべての土台です。なのでね、タンパク質をしっかり摂る必要があります、えー。タンパク質食品というと、肉、えー、魚介類、豆製品、卵などになります。ここを、ね、しっっかり食べてていく必要があって じゃあ、どのくらい食べたらいいのかというと、えー、日本人の食事摂取基準というもので、えー、国の,あの目安が、えー、作られているんですけども、高年期の症状が出てきやすい30代後半から50代、えー、見てみると、1日 50g のタンパク質を取ることを推奨されています。じゃあ、何をどれだけ 食べたら 50g を満たせるのかっていうところをね、知っておかないといつも不足してしまいます。この 50g っていうのはよく見てもらうとわかるんですけど、18歳の時から、えー、高齢になるまでずっと同じなんです。私たちの体を維持していくには 50g のタンパク質がいつも必要です。歳をとったからってお肉の量を減らすとか、食べる量を減らしていては、ここはね、到達できません。 そこでね、皆さんに今日絶対持ち帰ってほしいところなんですけど、タンパク質量の目安を覚えてほしいんですね。1日 50g 取りたいんです。それを3食で分けると、1食に最低 17g のタンパク質を取りたいです。とすると、お肉 100g やお魚の切り身、100g 満たないものもあるんですけど、これらを 100g 取ると約 15g のタンパク質が取れます。 1> 卵1個、納豆1パック。あと、3つ入りの正方形のちっちゃい豆腐ですね。あれを食べると7グラムになります。1食な17欲しいわけですから、お肉100食べても,もう満たないんです。ね。まあ、お肉によって、種類によってもちょっと違いますけど。朝ごはんに卵1個だけ食べた場合、17中7しか取れてないんですね。足りないです。とすると、組み合わせで食べていく必要がありますよね。 なので、えー、ここをね、しっかり覚えて、えー、食べてください、えー。高年期世代の女性だと、えー、お子さんとか旦那さんにおかずを譲ってしまってですね、自分の口には入ってないということがよくあります。私もね、時々やってしまうんですけど、まあ、家族全員の量がちゃんと確保できるように用意してください。これがね、えー、一番の体を支えるポイントです。 そしてて田中さんんのところででもも、出てきたんですけどもビタミン B 群もタンパク質に含まれているというお話されてたんですけど多くの栄養素はタンパク質に含まれていますビタミンを取ろうと思うと野菜とかフルーツを取りますっていう、ね、言われる方が多いんですけれども、まあ、野菜にも確かにビタミンは入ってるんですがビタミン B 群元気を作るねビタミン B 群あとビタミン A とか D とかあと えー、ミネラルですね、鉄、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、そして、えー、脳の働きに使う DHA、えー、などもこう、タンパク質の食材に含まれています。とするとね、タンパク質をもっとしっかりとっていくことがどれくらい重要かっていうことが分かります。で中でもです、ね、鉄、鉄分、女性に不足しやすい鉄なんですけど、鉄は動物性のタンパク質から摂取することがおすすめです。 ヘム鉄と非ヘム鉄っていうのがあって、植物性のもの、ほうれん草とかプルーンとか食べててもですね、吸収率がすごく低いんですね。でも、レバーとか赤身の肉とかですね、あと丸ごと食べるお魚などにはヘム鉄が含まれているので、ここをしあの吸収率もいいので、しっかり食べてほしいです。生理のある女性は1日10.5ミリグラムの鉄が必要で、それはレバーの焼き鳥4本分にもなります。 毎日レバーの焼き鳥をね、食べることはね、実質不可能だと思いますから、やっぱり動物性のタンパク質をしっかり取っていく必要があります、えー。これは国民栄養調査からちょっとグラフを作ってみたんですけど、女性の鉄摂取はもう、あのす、すごく不足しています。えー、オレンジのラインが摂取量の平均ですね。年代ごとに分かれています。そして日本人の食事摂取基準で、 押されている推奨量が青いラインですこのように、えー、基準に満たない、どの年代でも満たない、まあ、60代からやっと生理がなくなりますから、ここから満たせてますけど、生理のある女性はほとんど鉄が不足している状態です。特に、えー、40代からはですね、まあ、産後の、えー、産後からの影響で、産お産をすると1人産ごとに鉄が 貯蔵してた鉄が失われていくと言われてますから、そこからリカバリーしてなければ、鉄があの充足されていかないということがあります。ので、この40代も結構鉄欠乏。気をつけないといけないですねで。鉄不足があると色々な不調が出やすいです。先ほど挙げていた高年期の不調と同じようなものが鉄不足でも出てきます。 えー、立ちくらみとかね疲れやすいとかそうですし頭が痛くなったりとか、えーまあ、食欲不振とかねあのメンタルの方にも、ね、影響しやすいですけど、えー、このようにだから更年期の症状かなと思ってることがもしかしたら鉄不足の不調かもしれないということもあります。まあ、これまでお伝えしてきたタンパク質とまあ鉄分を取ることって結構大変っていうことが分かったと思うんですけど。 一方、糖質を取るのは簡単なんです。手軽でたくさん取れてしまいます。で糖質を、ね、取ると血糖値が乱高下するというのが先ほどの田中さんのお話でも出てきたんですけども、糖質を多く取っていくと食後の血糖値が急上昇していきます。そうすると急上昇すると急降下も、ね、していってしまうんですね。血糖値の乱高下。 ががあるとこのようなな症状が出やすくなってきますまたここで疲れやすさとかねイライラするとかめまい、えー、感情のコントロールが利かなくて切れやすいとかあと夜中の覚醒とか激しいとかねここでもまた頭痛が出てきます、えー、そうするとですね先ほど鉄欠乏の症状とこの血糖値の乱高下の症状もちょっと似てるところがありますし更年期の症状と似てるところもありますね。 ということで、こういろんなことが重なってくると、栄養の、えー、取り方でですね、えー、いろんな不調が出やすくなってきます。自律神経のバランスと血糖値の話を少しすると、えー、血糖値が急降下するとき、あと血糖値が低くなってしまった低血糖のときは、交感神経ホルモンが分泌されます。アドレナリンとかノルアドレナリンなどですね。えーまあ、緊張とか戦いのときに出る。 ようよなホルモンですこれは交感神経ホルモンなので、えー、自律神経のバランスを崩しやすいということになってしまいます。バランスが崩れてしまうとまた不調が出てきてしまうのでやっぱり血糖値の変動を穏やかにすることがとても大切です。えー、ここまでタンパク質と鉄分も一緒に取ろうということと血糖値。 村上があると不調が出やすいよってことと、あと私からもう一点なんですけど、えー、自律神経のバランスを整えて、えー、不調が出にくくするためには、もう一点カフェインを気をつけてほしいんですね。カフェインを飲むと、えー、自律神経のバランスが乱れてしまいます。えー、交感神経ホルモンがここでも出てきてしまいます。えー、カフェインというと、コーヒー、紅茶はイメージできると思うんですけど、緑茶もそうですし、えー、ほうじ茶、玄米茶、 抹茶、ウーロン茶紅茶あとジャスミンティープーアル茶もそうですし栄養ドリンクエナジードリンクココアチョコレートなどにもカフェインが含まれていますでここの、えー、カフェインを取ると一瞬元気になった感覚あると思うんですけど、えー、それは交感神経ホルモンの影響でそうなっているだけなんですねなので普段のすぐ摂取はお水か、えー、カフェインレスのものを選ぶようにしてください はい、えー、ここまでちょっと掛け合わせで話してきたんですけど、えー、オーソマレキラー栄養療法っていうのは、えー、3つのポイントがありましてお食事をしっかりとっていくことがベースですそしてまあ必要な方にはサプリメントで補充していただいたりあと生活習慣ですねあのここも整えていただくと体調が整っていきます えー、今日うは、ね、自律神経の話を中心に、えー、お話ししたんですけどもまとめたしますと更年期も元気に過ごすための食習慣としては1つ目にタンパク質をしっかりとりますそして鉄もセットで取ることを意識してください2つ目、えー、血糖値の急上昇をするものを控えます、えー、注意点はむやみに食事を抜いたりご飯をゼロにしないというところもポイントですあの糖質は悪い ものとして全くなしにしてしまうとまた血糖値がこう下がっていって低血糖になってしまうのでここも要注意ですで3つ目にカフェインに気をつけます、えー、これによって自律神経のバランスが乱れにくくなったりとかそれによってまあ更年期の不調も、えー、出にくくなってくるということがありますのでぜひ皆さん明日から食事でねやっていってほしいかなと思います はい、えー。私は引き続き女性が元気に穏やかに過ごせるように、えー、活動していきたいんですけども、えー、栄養の基礎を知ると、食事、どういうふうにとったらいいかわかりますよね。食事が変わりますで。そうすると心とね、体が変わっていきます。なので、こう栄養学をね、ぜひ学んでですね、えー、実践していていただきたいと思います。 えー、そして私は、えー、公式ラインや、えー、S. N. S. 発信などをしています。よかったら、えー、検索してみてもらえると嬉しいです。はい、えー、書きやすでしたがご清聴ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ちょうどあの、私、更年期気になる。大変勉強になりました。あ,あ、美香さん、ちょっと音声が少し。<あ>はい。多いですか、すみません。はい。 はい、はい、ゆきさんありがとうございました。はい、こう元気、あの楽しく乗り越えていきたいと思います。はい、素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、それではですね。あの講師としてお話ししてくださった田中さんや日比さんにご質問がありましたらえ、第2部の最後に質問の時間を取ってますので、それまであの質問しばらくお待ちください。 ではここから第2部に入らせていただきます今日はお二人の講師田中さんと日々さんにお話ししていただきましたお二人とも栄養の知識をたくさん持ってらっしゃいますえ皆さんに分かりやすいように栄養の話をしてくれましたけれども ONP 養成講座 ONE 養成講座ではオーソムレキュラー栄養療法のかなり深いところまでを学びます では、これから皆さんに画面を共有させていただきまして、私、深谷の方からスライドを使いながらご説明をさせていただきたいと思います。うん すみません今ってご覧あれますか見えていないです見えていないですはいすみませんどうしよう画面が出ない画面が出ないのは初めて今出ましたなんかでも私の画面がもう固まってしまっているというあそうなんですそうですね <laughs> すいませんなんかとこんなことを初めてでどうしましょうっていう感じなんですけどすみません少々お待ちくださいはい。よいしょ どう,どうでしょうこれで。ああ、またか。大変です。固まってましたかね。固まってますね固ま。固まっちゃったからね。ですね。ちょっと一回す、ちょっと共有も外したいんですけど、外す、外すことができない感じになってます。共有切れてる。切れ,て切れました切れましたね。すみません。<laughs> なんかどうしよう。なんかもう一回共有したら、また固まりますかね。 あ今、OK <あ>です,です、ね。ありがとうございます。すみまさん、皆様お待たせいたしました。それでは、あのご説明に入らせていただきます。ミカさん、ちょっと音声が遠いです、ね。はい。はい。ええっとま、ず今回、初めてえこの説明会にご参加いただいた方のために、一般社団法人オーソムリクラ栄養医学研究所のミッションについてお話をします。えミッションは4つありまして、オーソムリクラを 知ってもらう実践してもらうこと、えー、学んでいただくこと導入してもらうこと研究することとしていますオーソモレキュラーをトータルで伝えることを使命としている団体になりますはい、でこれからお話しする ONP-ONE 養成講座はこの中の二番目の学ぶに当てはまります こちらがですね、私どものホームページ、トップページになります。で他にはですね、栄養素のお話、おすすめの書籍、オーソモレキュラー栄養療法を導入している、えー、医療機関の検索できる画面、それからせつあのセミナーの紹介ページ、あと最近追加されたんですけれども。あの 養成講座 FAQ よくある質問をまとめたところとか、あと、養成講座終了生の声とか、あと、本当、これつい最近できたんですけど、養成講座体験動画っていうのもできたので、もしよかったらですね、ホームページの方、一度お越しください。でこれからお話しする ONP、ONE 養成講座なんですけれども、当、え、法、ー、人のホームページにもカリキュラムなどを掲載しています。えー、ご希望の方には、 募集要項を郵送でお送りしますので、えー、この右上のところなんですけど、わかりますかね、えー、こうですね。上のお問い合わせっていうところをクリックしてもらって、あの、お名前とお届け先と募集要項を希望ですって書いていただけたら郵送するので、興味ある方はあのメールでご連絡ください。募集要項にはあのカリキュラムとか、 講師の紹介なども書かれていますので、えー、ぜひ、ね、あの参考なさっていただけたらなと思います。それでは、ONP ・ ONE 養成講座についてお話しします。はい、こちらがあのこれまでの実績です。えー、現在は第13期 ONP 養成講座、第10期 ONE 養成講座が開講中です。えー、ONP 養成講座ですが、えー、2014年の10月に開講しました。 1>, 1期から12期までの ONP 卒業生は合計で1212名です。ONE 養成講座の方は、あの資格がない人でも受けられるオーソモレクラーを勉強したいという多くの声をいただきまして、ONP 養成講座から3年遅れて始まりました。えー、第1期から第9期まで卒業生がいて、えー、合計で932名。 ONP と ONE 合わせますと、もう2100名超えてあの、だんだんも、ね、大きな仲間が増えてきているというところになります。えー、そして、第13期の ONP 養成講座は90名、第10期の ONP 養成講座はだあの99名の方が現在あの、勉強をしているところです。はいえー、まず、ONP 養成講座のことをご紹介します。ONP とは オーソムレキュラーニュートリションプロフェッショナルの頭文字を取ったもので、えこちら国家,国家資格あの、医療系の資格をお持ちの方向けの講座になっています。え医療とか福祉とか介護の資格をお持ちの方向けです。すべてウェブ配信のオンライン講座で、えそして Zoom でのライブ配信で、溝口徹先生に直接質問できる機会を3回ご用意しています。トータル180日間、 復習もしながら、繰り返しながら、みあの繰り返し動画を見ながら勉強できるコースになっています。えー、続きまして、ONE ですが、こちらはオーソモレキュラー・ニュートリション・エキスパートの略で、えー、一般の方、どなたでもご受講いただけます。医療機関の受付の方や、ジムのお仕事の方だけではなくて、えー、エステイサロンですか、フィットネスジムとか、まあ、健康や美容に関わっている方。 あとはもう本当主婦の方とかあの自分の家族の体調を自分を元気にしたいもっと詳しく知りたいということでお勉強される方もたくさんいらっしゃいますこちらも ONP 養成講座同様に100日180日間勉強できますし内容に関してもしっかりしたものをお用意していますこちらもすべてウェブ配信で水口先生のライブ配信が直接質問できる機会ですね2回ございます そして、ONP と ONE 養成講座の特徴ですけれども、えー、臨床で活躍する医師と栄養カウンセラーがメイン講師として、まあ、まあ動画の中でお話をしています。あとは、オンライン講座なのでもう、例えば通勤の途中とかですね、いつでもどこでも勉強することができます。あとは、栄養医学に関する最高レベルの充実した教科書で学べます。えー、こ講義動画の時間なんですけれども、 ONP 養成講座が約35時間、ONE 養成講座が約19時間です。時間がちょっとね、だいぶ違うような感じがあると思うんですけれども、テキストもですね、このグリーンの方が ONP 養成講座のテキストで、こっちのブルーの方が ONE 養成講座のテキストです。えっと、P が11冊で、EONE は9冊だったと。ですね。であの、このテキストはお申し込みいただくと、 開講の1週間ぐらい前にどさっと意識届くというふうになっています。そしてこの画面の下の方に出てるんですけれども、これが講義システムになります。あのね、今何パーセント見てるとか、そういうことが分かるような分かりやすい講義システムを導入しています、はい。ということで、英雄医学の講座、さまざまな団体が開いていますけれども、 あの充実度とボリュームといいますがあのたくさんの10冊近い、ね、テキストが一気に届いて手元でメモなど書きながら講座の動画を何度も繰り返しに見ながら勉強できますそして分からないところは溝口徹先生に直接質問できるということでそういったライブ感も持ちながら勉強をすることができます、はい、そして認定者活躍の声ということなんですけれども あの、なんだろう、この資格を取って、どんなふうに活躍しているのっていうお問い合わせをよく聞くので、こちらにまとめました。まず、所属の医療機関やクリニック、施設や栄養、施設であの栄養カウンセラーや栄養アドバイザーとして、え食事指導や栄養指導を行っている方々がいらっしゃいます。あとは、フリーランスで、 個人事業としてオーソモレキュラーの知識を活用したメニューでカウンセリングやアドバイスを行っている方がいらっしゃいますあと職場や地域の講演会セミナーの講師ライターとして執筆活動をされている方もいらっしゃいますあとは自分自身や家族の健康管理や友人、知人など身近な人に栄養の大切さを伝えていくというのも皆さんがやってらっしゃることです。で あのこの抗うつの中ではあの血液検査データを用いて、えー、診断するのはこう医師法に触れる恐れがあるので、えー、認定者の皆さんはそれらを踏まえて、えー、ONPONE としてできる範囲でカウンセリングやアドバイスを実施しています。 そして先ほど言いませんでしたけれども、あのどちらの ONP でも E でもどちらの講座でも、あのコンプライアンスのことはっても大切になるので、あの弁護士の先生による講義っていうのも含まれているのも、まあ、私たちの講座の特徴になっています。そして、簡単に説明しますけれども、あの認定、ONP、ONE になると、認定特典が受けられるようになります。 でどんな特典かと言いますと、まあこ、ざっとこのようなものがあるんですけど、ちょっと全部説明すると大変になってしまうので、一番ビッグな特典で言いますと、えー、代表理事溝口徹による、えー、ライブの特別講義質問コーナーっていう会が年間で3回あります。で溝口の講座、講義とかになると、大体いい有料のものが多いと思うんですけれども、 えー、これがですね認定 ONPONE の方は年間無料で3回聞けてしまうというのがありまして、えーまあ、確か、うん、あの認定されると更新料とかもあるんですけど、まあ、そういったことで勉強し続けられるってことを思うと全然あのお安いんじゃないかなというふうに思ってますもうこの回は溝口先生が ONP と ONE のためだけにあの スライド資料を作って準備して話すっていう回になるんですね。なので、本当にお得な特典かなと思います。で、この2番目にあるのが、それのアーカイブ動画、過去にも何回もやってますので、認定されるとそういった過去のものも見ることができたりとか、あとは医師向けのセミナー、あの血液検査データの深読みをしたいとか、そういったことをしたい方は、もうドクター、本当はドクターしか受けられない。 講座になるんですけれども、まあ、ONPOE ON の方はしっかりと勉強したということになるので、あの特別にあの参加権利があるということになります。他にも栄養解析サービスに認定した特別学区で申し込みができたりとか、あと認定者限定の Facebook グループでの参加権利があったりとか、あとはあの私どもの活動に賛同してくださる提携団体やあのき共産企業様からですね、あの サービスの提供があったりもします、はい、で、ちょっとここでお知らせのうになるんですけれどもあの8月24日に一般向けオンライン講演会はすることになりましたあの皆さんにはぜひ ONP ONE 養成講座本当に申し込んでほしいと思っているんですけれどもやっぱちょっとまだいきなりそこにバーンっと飛び込むのは勇気がいるなという方はちょっとこういうところも でもいいのかな？あの初めの一歩としていいのかなと思いましたので、ご紹介します。えっ、ー、と、このこれは講師は溝口徹先生です。えっ、ー、と、それから特別講師をしていただいている間、宮智子さんと認定講師の前野ひろゆきさんの3人による講演会になります。こちらは一般向けの内容で、講演のテーマは溝口先生がメンタルと栄養間。真宮さんがタンパク質の重要性。 え、前野さんが睡眠と栄養というてことでお話をしてくれます。3人のディスカッションタイムも用意しています。この3人がこう集まるのは実はこの場が初めてになるので、ちょっとどんな風になるのか、私も今から楽しみにしています。で、このこの講演会のポイントは3名の講師の講演ポイントをまとめた資料のプレゼントがあるんですね。 あの後日メールで送られてくるんですけれども、そういったのも楽しみにしていただけたらなと思います。あとは当日、ご都合がつかない方、あとね、あのまだ夏休みでいろいろ予定があるよっていう方もなんですけれども、あの14日間のアーカイブ付きなので、当日は見られなくても、その後14日間見られ、いつでも見られるので、もしよかったらご参加いただけたらと思います。そしてもう一つ、ONS 講座っていうのがあります。 ONS は、オーソン・モレキュラー・ニュートリション・サポーターを省略したもので、ONS 講座と呼んでるんですけれども、あの田中さんのところの娘さんが受けてくださったということで、はい、あの本当にあのこれ、割と多分、うん中、中学生、高校生ぐらいとかでも全然話分かるんじゃないかなっていう内容になってます。全部で7講義、約2時間半で、あの日頃の食事の大切さや、 どんな食事をしたらいいのか？あとはどんなサプリメントを選んだらいいのかがわかるような講座になってます。で、テキストはなくってお申し込みから180日か何度でも繰り返しご視聴いただけます。で、1年前にリニューアルしたんですね。で、内容はかなり充実したから値上げしましょう。っていう話が出たんですけれどもまあ、結局お値段据え置きになったんですが。あの？ 本そうちょっとリニューアルしてだいぶいい内容になっているので、これ本当に皆さんにぜひ見ていただきたいなと思います。で、えー、こちらがそのカリキュラムです。えっ、ー、と、溝口先生とあと特別認定講師の矢部真理子さんのお二人であの講師をしているような内容になっています。そして、じゃん。えー8月12日までに ONP、ONE 養成講座にお申し込みいただいた方には、今回です、ね、特別に ONS 講座の視聴30日間をプレゼントすることになりました。ONS 講座のプレゼントを受け取るには、えー、週明け8月5日の午前中に配信するメールをチェックしてください。えっと、お申し込みいただいた PTX 宛てにお送りするので、ね、ぜひご覧になってください。 とということで皆様のご参加をおお待ちしておりますでもう一個すみませんあの、お伝えしたいことがあって、実はですね、もうご存知かしら、溝口徹監修、絵本ができました。えっと、作が人気 ONP の鶴琴音さん、絵が春樹さん、えー、監修が水口通るというふうにやっています。そして出版記念のインスタライブが 決定していますもうこれは本当に去年の3月のディプロマ授与式であのみんなの前で溝口先生が絵本作りたいんだよねみたいなことから本当に作り始まって本当にできちゃったみたいなプロジェクトでして1年以上何回持ち合わせして予約できたんですね。あのもし、ね、お子さんとかいらっしゃったら読んであげてほしいな食育の絵本になります。 で出版記念インスタライブについてなんですけれども、もう明日はですね、明日の夜9時から30分ぐらいって聞いてます。で出演は鶴琴音さん、あの文章を書いた鶴琴音さん、絵を描いた春樹さん、監修した水こちとおるの3名でお送りします。なので、インスタグラムをぜひチェックしてください、えーと。内容はですね、ちょっと私が聞いているのは、なんで絵本にしたのか。 どんなお話なのか。あと、栄養素を使った栄養療法ってどんなものかあと。作者と栄養療法のエピソード。あとは、虹色チャレンジのことをお話ししますで。今、虹色チャレンジってちょっと言ったんですけれども、あの、絵本、絵本の写真と、あの、ハッシュタグ、虹色レストランで、あの、投稿するだけっていう感じですね。あの、 できたらこの3番目のアットマークオーソモリキュラーニュートリションをつけてもらえるとあの見過ごさなくてあのちゃんと拾って皆さんの,その投稿してもらったものを拾ってあげられるのでいいかなと思います。であの文章を書いた鶴琴音さんのインスタグラムのハイライトに絵本「皆さんの声」っていうのがあるんですけれどもそこに虹色チャレンジに参加された方の投稿がまとめられているのであのもしよかったらご覧ください。 ということで私からのお知らせは終わりになります。はい、共有解除します。はい、長々とすみませんありがとうございました。それではいよいよここから質問タイムに入ってまいります。では、えー、今日お話してくださった田中真由香さん、あと日々ようこさんにご質問がある方、もしくはあの養成講座のこととかであの事務局の私宛に、ね、ご質問ある方、どちらでも大丈夫です。 あの手を挙げてあの質問ある方お願いします、えっと、個人の体調のこととかは答えられないのでそれ以外のことだったら何でも答えしますけども今日はないですかね質問なんか質問たくさんある時とあんまりない時とばってこう分かれるんですけど今日はないかしら。 大丈夫ですか？何かあったら、あ、はい、じゃあ豊坂さんですね。あのミュート外してお声出してください。すみません。えっとあの先ほどあの日々さんの方からあのご飯はゼロにしないっていうお話があったんですけれども、これはあの例えば3食食べるとしたらあの三食ともその 炭水,化物って炭水化物っていうか、まあ、ご飯とかパンをゼロにしない方がいいのか、うん、それとも、あのー、例えば一食だけそういうご飯を入れるだけでもいいんでしょうかねお願いしますはい朝香さんご質問ありがとうございますえっ、ー、とですね、えー、糖質を、まあ、炭水化物 をこう取っってていいく意味っていうのは、まあ、血糖値の維持っていうところの、えー、意味合いもあるのであの一気にたくさん食べると血糖値は急上昇してしまうんですけどもそんんななにたくくさんのの量量じゃないいいを取っていくっててうのがおすすすめで,すで女性はあのきっちりと糖質制限をしすぎてしまうとあの、まあ、エネルギー切れを起こしたりとかあと逆に体調不良が起きてしまうということがありますので。 えー、そうするとだんだんですね最初は調子が良くても、えー、知らぬうちに甲状腺機能があの異常が出てしまったりっていうことがありますのであの極端な糖質制限はお勧めしていません、えー、で、えー、小麦とご飯だったらやっぱり小麦の方が血糖値が急上昇しやすいですし小麦はあの腸内環境に良くない影響があるのでできたらご飯、まあ、雑穀など混ぜたご飯 を、えー、中心に3食、えー、朝昼夜と、えー、そうですねお茶にどのくらいなの、まあ、それ個人差があるんですけどもあの取ってい行っていただけるといいかなと思います、はい、じゃあ毎食、まあ、食べる順番を気をつけながら、まあ、少しは取った方がまあがいいのかなって感じですかね そうですね丼とかだとちょっと多いし <laughs> あとおかわりも多いし <laughs>、うんまあ、ふんわりいっぱいって感じですかねでも、まあ、血糖値をさっきあの田中さんが言ったように、うん、リブレとかで測って自分がどのぐらいのご飯を食べるとどのぐらい血糖値が上がるのかとかを観察してやっていくと一番わかりやすいですけど、うんそうですね、あと体,体調見ながらやっていきます。うんうん、はい はい、良かったですか。いすはい、ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますか。はい。えっと、まあ手を挙げてくれ板橋さん。はい、お願いします。貴重なお話ありがとうございました。えっと日々先生に質問させていただきたいんですけれども、えっと。 あちょっともしかして個人的な質問になってしまうかもしれないんですけど、頭痛の改善をされたっていうことでお話しあったと思うんですけど、頭痛の改善も血糖値のコントロールがあの関わってくるんでしょうかそこをちょっとお伺いしたかったです。よろしくお願いします。はい。板橋さんもご質問ありがとうございます。はい。頭痛なんですけれども、 えーとさっきあのスライドにあった、えー、と鉄欠乏でも頭痛が出やすいし血糖値の乱高下でも頭痛が出やすいということがあります。だから、あのー、私が最後挙げた3つのポイントですね、えー、タンパク質をしっかりとる、鉄をと取るそして血糖値をコントロールするそして、まあ、カフェインも自律神経のバランスを乱してまた頭痛の原因にもなりやすいのでカフェインも控える。 いいうとところをやっていくと頭痛がだいぶあの変化が見られるんじゃないかなと思います。私も,もう毎日本当に痛くてですね、頭痛薬はいつも持っていてですね、あのそうですねつ月のうちも、まあ、20日ぐらいは痛かったんですよ、頭が。で脳神経外科に行っても異常なくて、偏頭痛の薬1錠300円のやつを毎日飲んでて、うん、でもうちょっとこれありえないと思って。えー 改めて食事に取り組んだら劇的改善っていうことがありました。はい、いかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか低血糖、うん、低血糖症状が起こると頭痛にもつながるっていう認識で、うん、よろしいですか、うん。そうですね。ありますね。なりやすいですね。 だから、はい、タンパク質と糖質っていうのはコインの裏と表のようなもので、まあ、糖質を多く取っているとタンパク質は少ないはずなんですよ。相対的に。だから、両方一緒に起きてるんですよ。タンパク質不足と糖質が多いっていうのは。だから、タンパク質をしっかり取れば糖質は自然と少なくなるはずなんですよ。お腹の容量は限られてるじゃないですか。一、うん、回に食べれる量は。うん、糖質いっぱい食べちゃうとタンパク質はどうしても少なくなっちゃいますから。 その比率を変えてみるっていうところです。あ<ー>そうすると血糖コントロールもできてきます。<ー>はい。ありがとうございます。はい。と先ほどもう一人誰か手を挙げてました。あ、はいリカさんかな。はいお願いします。はい。えー、今日はありがとうございました。 あの全体的にお伺いしたいんですけれども、えっと、今と、リビングフードをベースにワークショップとこうやってまして、うん、オーソモレキュラーのことはすごく前から気になってて、いろんな本を読んだり、えー、勉強したいなとか思ってたんですけれども、一番大きなところが、タン,タンパク質、えっと、動物性の食べ物を取らないというのがリビングフードなんですね。 でそこで、えっと、これをどういうふうに私の中で解釈して、えっと、学んでいけばいいのかなと思ったんですが、そこはどうでしょうか。どうして,し、えっと、て動,物と動物性のタンパク質がいい,いんですか植物性だけじゃなくて。 っていう質問でいいですよね。そうですね。うん、はい。私答えちゃっていいですか？あはい、はい、えっ、ー、と動物性のタンパク質って、植物性のものよりもはるかに吸収がいいんですよね。で、えっ、ー、と動物性の食材のものって、例えばあの卵もそうなんですけど、ビタミン c とえ食、ー、物繊維以外全部入ってくる。 それがしょ、例えば、植物性のものでそれだけ取れるものって、例えば、上がってきますかね。そういうところを考えてみたり、あと、海のもの、えー、お魚系ですよね。オメガ3系が取れてくるとかね。マグネシウムが取れてくるとかね。そういうところも違ったりとかするんではないかなと。で、あと、まあ、お魚も、じゃあ、完璧かっていうと、そうじゃ、お魚もお肉も完璧かっていうと、そうじゃないかもしれないけれども、えー、植物性のものは、 えー、年々年々大地のミネラルとかっていうところも、まあ、変わってきてるのでそこだけで取れてきてるだろうかっていうところですね今のものと昔のものっていうところでもちょっと違ってはくるかもしれないですけどね、まあ、あの例えばさっきもねあの日比さんの資料にありましたけど、えー、ヘム鉄非ヘム鉄って比べた時のほうれん草だったりっていうところを考えてみても、まあ、吸収が違うっていうところが根本に出てくるのかなと思いますもちろんあのリビングフードを全然 否定すするつもりはないですし私自身もアレルギー体質なのでダメなものも本当にあるので食べれないっていうものはもう本当に食べないですし自分の身を守るためっていうところだったりとかするし自分の中で例えば大豆がいいよって言っても例えば自分の中で病気がね人によってはえ女性ホルモンっていう関係性とかあるものの場合はいくら大豆がいいよって言われてても避けてたりっていうことがあったりするので自分のもちろん概念だったりとか自分が やっぱすごい大事だなと思って動いて活動してるし食事にえ多分橋本さんの場合考えてらっしゃると思うのでそこの上でプラスアルファで考えていいのかなと全部がこれ学ぶなんだろう強制ではなくっていう考え方でいていただければいいのかなとどっちもいいところと悪いところっていうのはあると思うんですよもちろん動物性のタンパク質だけ取ってればじゃあいいのかって言うとそうでもないと思うしというか答えでよろしいでしょうか はい、ありがとうございます。はかった。あと他に質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫そうですかね。はい、ではですね。あのちょうどちょっと2分推しいということですが、もお時間になりましたので、ね、そろそろ終わりにしたいと思います。えっ、ー、と今日ですね。あの田中真紀香さんと日々、洋子さんがあのすごい分かりやすいお話ししてくださいました。 で今日お話聞いて、あのね、よかった、いいお話聞いたぞって思うだけじゃなくて、ぜひ実践してほしいし、オーソモレキュラー、奥が深いので、あのできたらどんどん、ね、勉強してほしいなっていうふうに思ってます。はい、では,今日は、きょあは2人の講師の方、本当にありがとうございました。そして、あの夜遅くまでお付き合いくださって、ご参加くださった皆さんも、本当にありがとうございました。これにて、あの終わりになります。どうぞ、順次、ご退室ください。 今日はありがとうございました。